おはようございます。釣り子 TV です。これ、デプスのタイニー NZ クローラーついに発売開始しましたね。楽しみにしていた人多いんじゃないでしょうか。自分もその一人です。いやー、あの巨大跳ね物 NZ クローラーね、サイズ展開開始したなと思ってね、ジュニアとかもね、楽しい釣りができましたけども、それよりさらに小粒なタイニーサイズが登場ということで、どれぐらいタイニーなのか、ちょっと見ていきたいと思いますが、まあ、これがタイニー NZ クローラーで、そして箱入り持ってるんですけど、これが、ね、一番最初に出た、NZ クローラーですよね。この大きさの違い。ねえ。いやー、だいぶ小粒になりましたね。とはいえ、タイニーといっても超マイクロな感じではないのが、デプスらしいといったら、デプスらしい感じではないでしょうか。まあ、このね、破壊力抜群の、まあ、一番最初に出たサイズがあって、で、まぁ、今回タイに出ましたけど、この間にこのね、ジュニアっていうサイズがあって、後でね、ちょっと箱から出して並べてみますけども、だいぶこう、サイズ展開ね、したなぁという感じで、まぁ、これでもね、だいぶ小粒な感じになったなぁっていう、まぁ、ジュニアサイズでしたけども、そこからさらに、この、タイニーが登場ということで、今日はね、開封して見ていきたいと思います。まあ、NZ クローラーといえば、ね、この、ずんぐり、むっくりとしたね、このオリジナルサイズね、これが登場して、で、まあ、自分なんかもよく暴走のリザーバーで、投げておりますが、めちゃくちゃ破壊力抜群でね、この巨大な、平たいボディがベッターンベッターンベッターンチュポッっていう感じでね、吸い込まれる。で、大概これで釣れる魚はね、もう50アップとかね、そういう感じのね、とんでもない破壊力を秘めた NZ クローラーですよね。まあ、このね、ボリューム感、これもう何に見えてるんですかね。多分もう水面でもがいている横向いちゃったヘラとか、もしくはギルとか、そういうもう、虫っていうよりもなんか平たい、ちょっと大きめのベイトフィッシュが、横でもがいてるとか、そういうイメージで食ってくるんじゃないのかなと思うんですけども、で、ジュニアサイズがあって、で、これはなんかまあ、今となっては小さく見えますけども、以前のイメージだと、まあ、これでもうフルサイズぐらいのね、そういった感じのボリューム感のルアーですね。まあ、これはこれでもう優等生でね、いろいろなタイミングで活躍してくれるっていうことで、そして、いよいよ登場したね、タイニー NZ クローラーっていうことで、早速開けていきたいと思います。まずね、ケースはね、こんな感じで、裏にね、説明書きが書いてあって、75ミリで2分の1オンスだよっていうことですね。まあ、タイニーだけど2分の1オンス、確保されているのが、デプスらしいですよね。で、カラーがね、ボーンクラックルっていうね、カラーを選んでみたんですけども、カラーラインナップを見るとこのタイニーシリーズは本当、虫をイメージした感じのカラーも多くラインナップされていたなって、透明気味でこう、ちょっとね、筋がいっぱい入っていて、セミをイメージしたようなカラーがね、あったなぁなんて思うんですけども、遠くでも視認性の良さそうなね、こちらのカラーね、ちょっとチョイスしてみました。じゃあ早速開けていきたいと思います。まあ、パッケージの大きさもだいぶ変わりましてね、こう、タイニーって感じのね、箱ですけども。なこれ超小粒な感じが、お、針ぶっ刺し注意ですね。すいません、ちょっと針を取ってケースにかけて、はい、やいいですねこれ。この小粒感、いやー。
関東でもね爆撃しそうな、まさに、あで、このテールの小さいねブレードとかも、ブレードもね超小型化してねあって、でこれですよね、 NZ クローラーならではのここの非常にちょっとラフで大きめな接続部分、ここら辺が絶妙にいい仕事してくれそうですね。で羽はあの激つれ NZ バネが、しっかりと小型化されてますよね。いや顔立ち可愛いですね、このナマズフェイスというかね、ここら辺は小型になってもこの NZ クローラーって感じのね可愛い顔立ちしてますね。でこのまた目がね、なんか表情があっていいんですよね、まあ、なんというかね、ほんと見てて飽きない。で、カラーリングはねこういう感じの、白で頭にポイントが入っているようなね、こんな感じのカラーなんですけども、もうこのサイズ感だと本当セミ食いのね、バスとかね、あとは、最近この手の羽物とか投げてて思うのが、こういうパタパタもがいているからってそのなんだろう、虫をイメージするんではなくて、これ松本さんに聞いたんだよな、あくまでも小さくてもがいてるような水面でもがく虫のようなイメージですけども、まあ、ちぎるね、ギルとかがちょっと弱ってで水面で、もがもがもがいているっていうね、そういうイメージで投げると、結構一年中ね夏にセミがミンミン鳴いてる時にとらわれずに、投げ切って、しかもちゃんとねバイトが出るってね、これはタイニー NZ クローラーではなくてもうちょっと小さいね羽物とか投げる時の心意気というかね、そういうのをねロデオの松本さんに聞いた時に、あくまでももう水面でもがいている何か、でそれは虫に限らずベイトフィッシュとかっていうイメージでね、それで全然投げてくださいなんて聞いて、こういう小型のですね羽物とか投げたらすげえねよく釣れた瞬間があって、だからまあ一年中ね、まあ、真冬とかどうかなって感じですけども、もう雰囲気が出たらいつでも投入っていうのがね、ポイントみたいですね。あんまり水面意識してない時に無理くり投げ切るっていうのはねちょっとあれかと思うんですけども、今の時期だったらこう岸際ね船で流しながら見ていて、なんか明らかにまあベイトフィッシュとかすごい追いかけ回している時とかはあんまり岸に注目がいっていないというか、スクールで泳いでいて目の前を通る小魚とかだけに反応するってね、そういう時とかっていうよりはなんか、ドッピー缶の夏の暑いタイミングなんかだとこうバスがじっと止まって、岸のちょい上の方を見ているね、まあ、さっきと話全然変わっちゃいますけども、基本的にはそういうなんか、虫とか、木の上から落ちてくるのをたまーにねバッタとかねカエルとかね、食う、そんなタイミングとかが一番釣りやすいんじゃないかなね、なんか上注目しているバスがよーく散見されるようだったら、そういう時に、対岸から岸際タイトに、入れて、でパッタ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 っていうね感じで、やるのがね非常に、使いやすいんじゃないかなね、クレイジークローラーとかねまさにそんな感じで、もう岸際ねオーバーハンドの下の奥とかにポチャーンって入れてパッタ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 ってやると、よく釣れたなーなんて印象があるので、でオリジナルサイズの NZ クローラーだともうそういう感じに限らず、なんかもうこのボリューム感でって感じでやるとしてからブボーっていう感じでね、出たりしたんですけども、こっちはもうなんか虫イメージでいいんじゃないかなね、まあただまあちぎるとかをイメージしても、またそれもいいんじゃないかなっていう感じかと思います。投げてもいないのにね、小手元でつらつらと語っておりますが、じゃあ大きさの比較ですけども、これがまずオリジナルの、NZ クローラーね、で重ねるとねこんな感じ、もう下半身と同じぐらいというかね、
こういうボリューム感ですね。だいぶタイニーになっているよなっていうね。もうこの頭の中に収まっちゃうぐらいね。こういうサイズ感ですね。はい。で、まあオリジナルな感じのがいて、で、ジュニアと比べるとこんな感じ。どうでしょうか。ね。感じの違いがあります。で、ブレードのサイズも、しっかりと、小型化されていて、まあ、ここら辺がちょっときらめきとかでね、水中に、光線を発してくれるのかな、どうかなっていう感じですよね。まあ持った感じ、まあこれとこれの使い分けって考えると、もうそこは気分なのかなと思いますけどね。どうでしょうか。まあ雨とか降ってる時だと、まあ、これぐらいの、ちょっと、なんだろう、存在感があった方がいいのかなって、ドッピー感でもどうしようもない時とかはこっちの方が有利になるのかなとかね、まあ、ここら辺はいろいろ使い分けてね、やっていきたいと思いますけども、まあまあまあ、こう、せっかく3つあるんで、並べてみると、こんな感じでしょうか。ねえ。でん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 って感じでね、こう大きくなっていきますけども、いやーいいですね、タイに揃い踏みってことで、デプスのサイズ展開のやつなんかすごいよく釣れるんですよね。近年こういうサイズ展開があってすごい良かったなーって思ったのが、あのブルーシューターシリーズですかね。あれもね、一番オリジナルはもう超190でしたっけ、もうバカでかくて、でその、下にね、16、サイズがあって、でジュニアはね、あってっていう、そこのさらに下にタイニーが出て、うおタイニーブルシューターかなんて買って使った時にはもうめちゃくちゃ入れ食いになって、こんなに釣れるんだギル系ってってね、感動した覚えがありますけども、この NZ もまあまあ、いつもいつも釣れるってわけではないですけどね、ここからもうこういうサイズ展開がなされたんで、もうこれは常にねボックスに常備サイズじゃないかなっていうね。いやー今年出てよかったーなんて思いますけども、ちょっとね今ね台風なんかが近づいてきて、また水辺の状況もねガラッとね秋めいた感じに変わってくるんじゃないかなと思うんですけども、まあタイミング的にはまだまだ全然いけるはずなので、せっかくね、出たばっかりなんで、このタイニー NZ クローラーなんかも、駆使して、バスをね、釣っていきたいと思います。ちょっとねこの手のサイズ感のねルアーいくつか試したいのがいろいろ出たので、近日中にね、すぐに、釣りの方にも行ってきたいと思います。まあ今日ねちょっと釣りに行けないんで、まあこんな感じのサイズ感ですよなんていうのをね、開封してみたんですけども、でケースの裏にね説明書きが書いてあるので、そちらもちょっと見ていきたいと思います。水押し強波動フラットワイドクローラー、パワフルな水押し波動と、水面攪拌で各フィールドで超過を出し続けているフラットワイドボディのビッグクローラー NZ クローラーのタイニーサイズ、フルサイズやジュニアではアピールが強すぎるスモールフィールドやセレクティブな状況、また落水したセミなど昆虫を思わせるサイズがバイトへつなげてくれるでしょう。で、ステンレス製のまず大型ウィング、フラットワイドボディをロールさせトルクフルな、クローラーアクションを生み出すステンレス型大型ウィング、ボディから、突出したスクリューがウィングロックを、防止してくれ、時折ウィングと干渉しスクラッチ音を発生、チューニング、調整っていうことで、着水などの衝撃によりウィングが、歪む場合があります。またウィングの、口角や角度を変えればアクションやスクラッチ音が変化しますので、お好みのアクションになるようにチューニング及び調整をしてください。で、テール&ブレードっていうことで、クロールアクションに追従するテールセクション、テールエンドのコロラドブレードは追従しながらフラッシングとボディやフックとのスクラッチ音を発生させます。で、フックについても、書いてありますね。フックサイズがこれ7番ですね。フックアイにはスイベルが採用され、フッキング率の向上と右レなどバラシを大きく軽減してくれます。みたいな感じでね、この後ろに書いてありますが、はい。あ、
そうだそうだ、ちょっとチェックしてなかったですね。この小型なんですけど、この NZ クローラーで受け継がれている、ここがこうスイベルになっていてくるくる回るよっていうね、この機構がこの小型のタイニーにもしっかり、ついているので、細かい仕事してますね。前と後ろ両方ともスイベルつけてくれているので、こういうのって魚かけた後にこういう抵抗の部品があるんで結構バレやすかったりするんですけども、これによってこうもう鬼がかりしてね、なかなかバレないっていうね、こんな機構がね、しっかり、大きいサイズから受け継がれております。はい、というわけでね、開封してみてきましたけども、いよいよ9月に登場したですね、こちらタイニー NZ クローラーね、まだまだ11月ぐらいまでね、この手のルールは大活躍してくれると思いますので、釣り子 TV の方でもね、引き続き実況動画で、いろいろ投げ込んでみたいなと思います。はい、というわけで、本日の釣り子 TV はこちら、デプスから新しく登場したタイニー NZ クローラー、これを開封して眺めてみて、サイズの比較なんかしてみてよって、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。また会おうぜ。